いいじゃないですか、これ本当に。タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は SH ギアーズ仮面ライダー91号桜島バージョン、そして92号、そして改造サイクロン号を開封していきたいと思います。こちら一つ一つね、ちょっと紹介していきます。まずね、こちら桜島1号ですね。91号の桜島バージョンと呼ばれているものです。真骨頂はね、魂ネーション2018の開催記念商品として販売されましたが、私はね、そちらに行かなかったんで、抽選販売で応募しました。こちらが古いバージョンの2013年に発売された91号桜島バージョンですね。こちらプレミアムバンダイ限定の92号です。仮面ライダー92号。これでダブルライダーが揃うんで、すごく楽しみです。そして、このね、この92号も気になるんですよね。この92号は、2015年に発売された、リニューアル版の92号と、改造サイクロン号がセットになっている商品ですね。あと、こちら。こちらは、桜島1号用として、買いました。フィギュアーツ沼にね、ちょっと僕がね、ハマった、きっかけとなったね、この商品でございます。開けちゃいたいと思います。では、行きましょう !GO!はい、というわけでね、こちらにね、並べてみました。はい、まずはね、こう横からね、箱をね、ちょっと見比べてみたいと思いますが、このようにね、分厚さわかりますでしょうか?こちらがね、結構前にレビューした91号なんですけど、91号の箱がね、厚みが全然違いますね。こちら、ほら。厚みが全然違います。若干ね、91号の方が大きくて、桜島バージョンの方が薄いですね。ですが、こちら、プレミアムバンダイ限定のね、92号と見比べると同じぐらいの厚さなんですよね。92号ライダーがやってる時に91号が復活するんですけど、その時のね、第41話、お正月に放送されたんですが、そちらの視聴率がもう 30.1% を記録したそうです。初代の仮面ライダーシリーズの中では、この視聴率が一番最高記録ですね。裏面は向けるとこんな感じになってます。はい。こんな感じです。この二人が並んでる感じがいいっすね、ほんとにね。いいですね、こちら、ちょっと開けてみましょう。はい、というわけで、92号と桜島バージョンの91号が並び立ちました。素晴らしい、すごいね、なんかスチール写真をね、ちょっと見てね、ポージング決めたんですけど、どうですかね、ちょっとうまく決まってますかね。じゃあじっくりね、ちょっと一体一体見ていきましょう。こちらは92号です。目がクリアのパーツ使われてますね。最近出てるね、フィギュアーズと比べるとね、ちょっと2013年に発売されたものなんで、若干ね、見劣りしちゃう形になりますが、やっぱ真骨頂で出てほしいですよね、そのうちね。でもやっぱり見てて結構かっこいいですよね。結構リアルな造形してますよね。スーツのシワ感はやっぱりありますね。シワ感がね、ここに出てますね。いいですね、これはね、ほんとね、ベルトの部分も結構リアルですよ。はい。中に風車が入ってますね。可動ジョイントがね、結構ね、いっぱいあるんでね。まあ、91号の、レビューの時も思ったんですが、やっぱり可動範囲がね、他の最近のフィギュアーズと比べてね、ちょっと狭いっていうのがありますよね。はい。そこはちょっと難点ですがね、旧アーツなんで。やっぱり2015年あたりかな、2014年あたりかな、外務からドライブとかの出てきた時ら辺がちょっとね、フィギュアーズの革命が起きた年って言われてますよね。言われてるっていうか僕の中でそう思ってます。リアルになりましたね。しかも可動範囲がすごい広くなりましたよね。進化してきましたもんね、やっぱりね。フィギュアーツもね。ここの頭の部分が、こうなんかテカリ具合がありまして、後ろの髪の毛は出てないですね。あと可動範囲はね、こんな感じで曲げることができますし、上に向けることもできます。はい、こんな感じで360度回転できますね。で、足はこんな感じでグイッと曲げられますし、足先までね、曲がります、ここが。こんな感じで、はい。まあ、これは、今、最近のアーツと変わらないですけどね。で、足底はやっぱり見ていただきたいのは、やっぱ足底はね、模様がついてますね。若干上のところら辺に模様がついてまして、両方ともブーツっぽいデザインになってますね。ああ、足が取れちゃった。はい、こんな感じでライダーキックもできます。お、かっこいいね。いいね。いいじゃないですか、これ、本当に。なんか落ち着いた感じで蹴ってますよね。ライダーキックしてますよね。ライダーキック!いいっすね。いいですね。はい、続いて、桜島1号、91号、桜島バージョンを見ていきたいと思います。はい。
桜島バージョンの915、あの真骨頂の方も楽しみですね。はい、真骨頂は手に入れてみせます、絶対に。真骨頂はね、はい。ですがこちらの桜島1号も、はい、ここがね、先ほど申し上げたね、この襟元のね、髪の毛が出てるところはね、あ、見えますかね、髪の毛が見えてるんですけど、92号はね、髪の毛見えてないんですよね。はい、そこがポイントですね。あとね、違いとしてはお尻の部分にね、マーキングがあるんですよ、マーキングが。なんか、なんだろうこれは。この両湯がね、並び立っているシーンがやっぱいいっすよね。様になりますよね、本当にね。ダブルライダーって感じしますね、本当にね。これが初代のダブルライダーですからね。はい、僕はね、やっぱ91号の桜島バージョン好きなんですよね。はい、桜島バージョンも好きです。やっぱ1号ライダーの方が僕好きですね。技の1号ライダー、力の2号、技の1号って呼ばれてますけどね、僕は技の1号ライダーが好きです。特に好きなのはやっぱね、91号ライダーなんですよね。91号ライダーをなんとかね、真骨頂で出してほしいですよね。内ももの部分はこんな感じでグリッと動かせますし、足もやっぱこんな感じでグイッと動かせます。はい、でここもつま先もこんな感じで動かせますし、このブーツのね、ブーツの部分はやっぱりね、模様がついてます。ではね、いろいろポージングをとってみたいと思います。はい、というわけでね、こちらが仮面ライダー92号と91号桜島バージョンのポーズが決まりました。バッチシ決まってますね、かっこいいですね。やっぱ力の2号と呼ばれてますからね、こちらはね、やっぱりこのポーズで決まりですよね。やっぱりね、衝動とかね、最近出てますけども、衝動 X っていうの出てますけど、触眼でね。はい、でもこのフィギュアーツの完成度からしたらもうほんと目じゃないですよね、素晴らしいです。この大きさも 145mm から 150mm ぐらいですよね。そのあたりの大きさでね、適度なね、大きさなんですよね。このね、触眼では出せない大きさですから、ぜひね、はい、余すことなく見ていただきたいと思います。はい、横を向けるとこんな感じ、素晴らしいね、最高です、最高最高、ウィヒーン、いいねいいね、かっこいいね。この二人両雄が並ぶとこんなにかっこいいんですよね。はい、ダブルライダーの元祖ということで、本当にね、仮面ライダーのね、視聴率をね、格段に上げたね、二人のライダーですよね、このダブルライダー92号と91号の桜島バージョン。うん、素晴らしいです、かっこいいです、本当に。92号ライダーの改造サイクロンとセットのものと、あと改造サイクロン1台を開封したいと思いますんで、次行ってみましょう、 GO！はい、こちらがね、リニューアルカラーの、仮面ライダー92号ですね。で、こちらが2013年に出た、先ほど紹介した92号ライダー。はい、どちらも92号ライダーには変わりないんですが、ヘルメットの部分は若干こっちのが、2015年に出たリニューアルカラーバージョンの方が色が、ヘルメット薄いですね。はい、はい、で、ヘルメットちょっと濃い方が先ほど紹介した方です。いやー、こちらはね、かっこいいね。やっぱりね、色鮮やかな方はこっちなんですけどね、やっぱりね。はい、色が鮮やかですよね、こっちの方がね。どちらがお好みでしょうか。僕はこっちの方がやっぱ好きですね。こっちの色の方が。グリーン、こっちのグリーンの。割と清潔感のあるグリーンですよね、こっちの方がね。で、こっちはね、ちょっとダークなグリーンですよね。ダークっぽいグリーンしてますよね。これはすごいですよ。92号ライダーが2体いるんですよ。はい。91号桜島バージョンと並べてみたいと思いますんでね。いきます。せーの！はい。こちらがね、先ほどの紹介したね、92号ライダー、新しい92号ライダーをね、と並べてみたんですが、ますますね、ちょっと見分けがつかなくなっちゃいましたね。こんな感じで。はい。口とね、頭の方の色が違いますよね。こうしてみるとね、色がね、近いですからね、この、近いからこそ、なんか、しっくりきますね、こっちのがね。九州の、鹿児島の桜島で戦ったのが初登場だったんで、桜島バージョンと呼ばれてます、この91号ライダー。色が近いというか、ほぼ一緒ですね、これね。今度はね、サイクロン号開封したんでね、サイクロン号も乗せてみたいと思います。この2体のライダーでね、乗せてみたいと思います。はい、行きます。
せーの。はい、というわけでね、仮面ライダー915、925、ダブルライダーがね、サイクロン号、改造サイクロン号に乗ってます。はい、かっこいいですね。こちらはね、2台ね、並べるとかっこいいですね。この劇中ではね、2人でね、改造サイクロン号に乗ったのはね、劇場版のね、仮面ライダー対ショッカーというね、作品で乗りましたね。2つのね、このね、旧2号ライダーなんですけど、旧2号ライダー腕のところ見ていただきたいんですけど、こちらの先ほど紹介した2013年にプレミアムバンダイ限定で出た旧2号ライダー、このね、腕のラインと足のラインのね、白だったんですよ。白だったんですけど、これが不評でして、で、リニューアルされたカラーがこの銀色の塗装になってます。はい、銀色の塗装でね、銀色のラインが入ってます。はい、腕と足のところ。そういう違いもあるってことですね。素晴らしく似合ってますね、この二人のライダーがね、サイクロン号に乗る様はね。はい、素晴らしいですね。完璧ですね。でこれでね、やっぱ真骨頂が出たらもう最高ですよね。ほんと最高。ぜひね、真骨頂で出していただきたいですよね。旧1号の桜島バージョンは真骨頂で出てますけど、いいですね。これもこれでいいんですよね、やっぱりね。この92号もね、なかなか僕は好きですね。このね、グリーンカラーがね、鮮やかなグリーンで好きですね。どちらもね、今はね、プレミアム価格がついちゃって、ちょっとなかなか入手しづらいんですけど、ちょっとためらっちゃう人多いと思うんですけど、金額が高いんでね。というわけでした。はい、というわけでね、今回は SH フィギュアーズの仮面ライダー91号、桜島バージョンと、はい、92号、改造サイクロンなどね、開封していきました。はい。よかったですね。素晴らしい。はい。やっぱりね、このね、真骨頂で出してほしいっていうのもあるんですが、やっぱりそれぞれね、このね、良さ、味がね、ありますよね。やっぱね、フィギュアーツ、当時品のね、フィギュアーツ、旧フィギュアーツもね、やっぱ味がありますね。でね、やっぱ思ったのは、やっぱね、手首パーツなんですが、やっぱりね、最近のフィギュアーツと比べると、やっぱ手首パーツがね、なかなかね、はまりづらいっていうのがあるんですよね。はい。交換するときにね、手首パーツがはまりづらいです。そこはね、ちょっとドライヤーを使ったりして、やってみてください。はい。ドライヤーを使って温めることでね、アニトイ大作戦さんがね、ホームページか何かでね、言ってたんですけど、ドライヤーを使ってくださいとね、言ってたんで、で僕、それでね、もうドライヤー作戦でね、やってるんで、結構ね、時間はかかるんですがね、時間はかかるんですよ、やっぱりね。どうしても、旧アーツはね、結構ね、手首パーツがね、結構ね、頑丈でしてね、はい。緩く作られてないんですよ。はい。だからね、結構ね、時間かかっちゃうんですけど、それでもね、やっぱりね、ドライヤー作戦は結構いいです。結構いいと思いますんでね、はい。というわけで、はい、チャンネル登録、コメント、評価、お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。というわけで、次回もまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、チャカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。